女は失格よ。うどんというんですね、これは。味には自信があります。どうぞルチア様、皆様も。いただきます。こんなものをこれ以上食べることはできん。え？この調理実習にはふさわしくない料理だ。嘆かわしいですよ。まったく。まあ。審査員の皆様のおっしゃる通りよ。聖ルチアの生徒が公の場でこんなもの作っちゃって。何を作るかは自由のはずでしょう。こんなもの作るくらいなら棄権すればよかったのに。何すんのよ。だって食べられないものは捨てるしかないでしょ。ふざけんなよ。お前